はい、どうも、なおチャンネルのなおです。そうですね、今回はですね、まあ前回内装関係の総集編という形で、まあ日曜日アップしたんですけども、まあちょっとその間私の大好きな YouTuber のネオンさんの動画をいろいろ見させていただいているうちに、まあそもそもなんでラングラーを買ったんだろうかというところに、まあ行き着きましてね、今日はちょっと思考を凝らしてですね、思考を変えてか、凝らしてじゃない、変えて、ちょっと動画を撮ってみたいなと、撮りましたんで、そちらの方をちょっと見ていただきたいなと。で、実は今日はもう一台、私の大好きな車、これが登場します。で、その車はうちの奥さんがですね、乗ってるんですけども、フィアットの、チンクエチェントね。まあたまにちらほらとそのジープの横に白い車が映ってたと思うんですけども、それを運転しながらですね、ちょっと、後でナレーションを入れる感じでちょっと動画を撮りましたんで、今日はちょっとまあそんな感じで見ていただきたいなというふうに思います。はい、それでは後ほど、バイ。あ、バイならは後でですね。ヒュー。はい、どうも、今日はですね、チンクエチェント500ね、フィアットの、まあこれ実は奥さんの車に乗って、今ちょっと買い物に行く途中ですね、動画を固定して、撮ってます。でここにちょっとナレーションでまあ入れたいなというふうに、思いました。ちょっと思考を変えてね、いつもジープなんですけども、まあ、実はですね、チンクも、まあ、フィアットもですね、ジープも同じディーラーなんです。実は北海道のね、インポートプラスさんっていうね、ディーラーさんで、僕は、一番最初に購入、ジープ買う前に購入したのがこのフィアットです。で、まあ、メインはうちの奥さんが乗ってるんですけどもね、まあたまに僕も乗らせていただもらって、もうこれ大好きなんですよ。コロ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 っていうね、後でちょっとエンジン音も聞いてもらいたいと思うんですけども、コロコロコロってね、まあそんな今日はフィアットの紹介も兼ねてですね、ちょっと撮りたいなというふうに思いました。で、オープニングでちょっと話をしたんですけども、実は僕の大好きな YouTuber さんでネオンさんっていう方がいまして、まあそのネオンさんが、まあエンジンについてね、2リッターエンジンだとか 3.6 リッターエンジンについてだとか、まあそんな動画がアップされていたのを拝見させてもらいました。で、まあどっちがいいとか悪いとかっていう話ではなくって、2リッターが出て、まあ税金も2リッターの方が安いんです。で、維持費が安いということも、まあ価格は若干違うんでしょうけども、そういったことを考えると経済的に、まあ、購入しやすいというようなことを、まあ、ネオンさんがおっしゃっていました。まあ、たまたま僕はディーラーで勧められてね、 3.6 リッターどうですかみたいな形で、言われて、あ、そうですかって何も考えずに買ったんですけども、でも最初はですね、税金は考えましたね。全然違いますから、2万ぐらい違うんじゃないですかね。だからやっぱり維持費を考えると、やっぱり2リッターの方がいいかななんてちょっとよぎりましたけども、まあ 3.6 リッターに、まあ結果なったわけです。まあそんな感じで、まあ買って乗っていたんですけども、まあそのネオンさんの動画を見て、まあなんで、ラングラーにしたのかというようなことね。まあこれは、ラングラー沼に、ネオンさんの言い方で言うと、ラングラー沼にはまってしまうと。まあ、最初はいろんな不都合だとか感じるんだけども、乗っているとそれがもう感じなくなって、まあ、いるという自分に気がついたということをおっしゃってまして、まさしくそうだなと、僕も同じ感じです。
ね、でもまあ僕の場合は最初に JK を買ったんですよね。 JK の中古です。中古を買って、まあ、その JK の中古を買ったきっかけがですね、お孫ちゃんが生まれたことをまあ、言い訳にですね、まあ、実はラングラーに乗りたくてしょうがなかったんでしょうね、ずっとねで、JK の中古だったら、まあ、買えるなと、まあ、新車はなかなか買えなかったんで、チンクもあったんでね、ですからまあそんなんで、だったんですけども、まあ、孫が、生まれたのをきっかけに、お孫ちゃんが生まれた記念ということでですね、 JK を買う口実を自分の中で見つけましてでもうめちゃくちゃですよね、そんな理由なんてね。でまあそれでもいいやと思って、まあたまたまねその時給料も上がったんです実は結構上がりましてね、まあこれなら買えるやというふうに思って購入したしました。でまあ JK を乗ってて、まあもともと自分が会社の車以外にも1台持ってましたんで、その車と JK とチンクと3台とで、会社の車を入れると4台になるんですけどね。でも2台を1台にそのことね、維持費だとか車検だとかまあいろいろ考えると結構かかるんです。だからそれを1台にしようということで今乗っている JL、サハラにしたんです。サハラはですねずっと欲しい、グレードだったんですね。まあルビコンはねさすがにまあなかなか手が出なかったんですけども、まあでも用途的にそんな悪路を走るだとかそんな趣味もないので、まあそんな感じで、やって、まあサハラにして、でサハラの僕がいいなと思ってるのはそのバンパーじゃない、フェンダーですね。フェンダーが同色じゃないですか。前 JK の時は、黒と白だった、白黒のあれで、まあ、結構白くですね、黒いフェンダーがなっていくと、まあそれをきれいにするのがね、まあまあそれも一つの醍醐味だったんでしょうけども、でも同色がいいなと思って、まあそれでハードタイヤのリアのタイヤのカバーも同色のやつを、アメリカンインテークさんから買いましてですね、まあ、今度次回の動画で、アップしたいなと、外観外側のアクセサリーだとか、カスタムをご紹介したいなと思ってるんで、その時に、お見せしたいというふうに思いますけど、まあ、そんな感じで、いたわけですね。まあそれで、JL の新車を、購入して、今に至るということになるわけです。ね、まあでも、もう乗れば乗るほどもう僕も好きになって沼にはまっていくと。で、行くような感じですね。まあですから、よく YouTube のタイトルでカスタムが止まらないというふうに、テーマを設けてやってますけども、まあ実際はですね、カスタムが止まっちゃったんですね。今のところ、またカスタムが止まったというよりも、カスタムがゆっくりになったというふうに捉えてもらえると、いいなというふうに思います。はい、ということで、まあ、チンクこれ運転してて、僕はねコロコロコロってこの音がして、もう結構これねスピード出て いいんですけども、おしゃれだしね、デザインがねなんか丸くコロッとしたテントウムシみたいなね、そんな感じで、まあチンクの旧型はねルパン3世が乗ってたんですけどね、まあこんな小さい、で税金も安いしね、まあなかなかいい車だなということで、燃費もいいんですよ、とってもね、なのでこれは実は2代目です。去年購入して2代目入れ替えたんです。5年乗ったんですね、チンクエチェントね、5年乗って入れ替えて、2年目に入るところでしょうかね。1年点検この間終わりましたんで、まあそんなんで、こんなんで、今に至ってるわけです。はい、ということで、まあ僕がラングラーを購入したきっかけはお孫ちゃんのおかげだということで、丸く収めたいなというふうに思っています。はい、ということで次回はですね、その外観さっきも言いましたけども、それも合わせて、それとディーラーで12ヶ月点検があるので、
で、ディーラーお店がちょっとリニューアルオープンしてなかなかいい感じになったんですよ。そんなのもちょっと織り込みながら、ご紹介したいなというふうに思っています。はい、ということで、ネオンさん、きっかけをいただいて本当にありがとうございます。で、まあ、ネオンさんと同じような感じで、動画を撮ってますけども真似です。はい、このエンジン音がいいですね。コラ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 、加速もいいしね。この白で綺麗な白なんですね。でコンパクトでホイールもいいしね、この丸みを帯びたね、感じがとても素敵です。はい、で屋根はねちょっとサンルーフみたいな感じで開くんです ね。でこれね、まあジープじゃないですけど、ジープのあれつけてますけどでこれ後ろのあれがね、もう丸い感じで、まあ難点は鉄粉が飛ぶっていうこと、鉄粉がくっついて一生懸命鉄粉を取るということですね。あのフィアットのあのマークがいいですね。はい、ということでこの辺で皆さんバイナラしたいと思います。バイナラならバイヒュー。Not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.